このチャンネルは2023年12月7日にデビューしたホワイトスコーピオンの応援と新たなファンを獲得することを目的として運営しております。ぜひホワイトスコーピオンメンバーの SNS フォローをよろしくお願いします。今後も皆様に楽しんでいただける動画を作成してまいりますので、動画の高評価並びにチャンネル登録もよろしくお願いします。今回の動画は2024年1月17日に総合ニュースサイトイザに掲載されたインタビューを元に作成しております。デビューまで嬉しかったこと、大変だったことは、一番嬉しかったことはこのオーディションを経てホワイトスコーピオンのメンバーに選ばれたことです。アイドル 3.0 プロジェクトのオーディション期間は約半年間という、今まで受けたアイドルオーディションの中でも一番長かったので、メンバーに選ばれた時は一気に肩の力が抜けたとともに、今までにないぐらい喜びがこみ上げました。デビューまでの2ヶ月間はレコーディングや雑誌撮影など今まで経験したことがないようなことばかりで、大変なこともあったけど、それ以上に楽しいが勝って日々活気にあふれていました。グループとして個人としてファンの人に見てもらいたいところはどこを？グループとしてはパフォーマンスです。ホワイトスコーピオンはメンバーそれぞれに歌やダンスなどの強みがあります。その強みを存分に活かし、グループとしてまとまった時の力強いパフォーマンスを見ていただきたいです。私たちはオーディション期間からお互いに切磋琢磨し合って頑張ってきました。そこから生まれた団結力の強さも見ていただきたいです。個人としては素の自分です。オーディション期間中は自己 PR する機会が多く、私ってどんな人なんだろうと自分自身と向き合う時間がとても長く、だんだん自分らしさを見失ってしまい悩んでしまっていた時期がありました。しかしメンバーに選んでいただいた今、過去に人の目を気にしすぎていた自分を変えるためにも、ありのままの自然体の自分を見ていただきたいと思っています。オーディションの思い出、心に残った言葉や出来事は？合宿審査です。今思い返しても本当に心身ともに大変な審査だったと思います。合宿中は周りの候補生のレベルの高さを見て毎日不安でいっぱいでした。合宿中に心に残った言葉は、今もホワイトスコーピオンのダンスのご指導をいただいているインフィニティの結衣先生の言葉です。合宿初日のダンスレッスンの最後にいただいた振り付けを結衣先生に披露した時に言われた、アイドルを目指しているようには見えないというご指導をいただきました。ここで自分のアイドルを目指す意識の低さを実感し、改心しようと思いました。あの時その言葉をかけてくださらなかったら今の自分はいなかったと思うので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。目標は？グループとしての最終目標は世界進出です。日本だけではなく世界で通用するアイドルになりたいという夢があります。日本にはこんなすごいアイドルがいるのかと思わせられるようなアイドルになりたいです。そこまで行くには本当に想像を絶するほどの努力が必要です。何年何十年かかってでもその夢をメンバー全員で叶えたいです。またこのグループはメタバースやバーチャルなど、日本のアイドルでは今までに前例がないコンセプトのアイドルグループです。前例がないということは、たくさんの大きな可能性があるということです。日本のアイドルのイメージをいい意味で壊すことができるアイドルになりたいです。座右の銘、または好きな言葉は？座右の銘は今の自分に満足しないです。常に上を目指し続けていたいという思いからこの言葉にしています。成長に限界はないと思っているので、このくらいでいいやと満足せず常に成長意欲と向上心を持って頑張りたいです。好きな言葉はまあいっか、なんとかなるです。座右の銘と打って変わって一気に力が抜けた感じの言葉になるのですが、私は何でも完璧でないといけないというふうに自分を追い詰めてしまう癖があります。完璧であることは良いことなのですが、その癖が自分の首を絞めてしまうことが多かったです。その癖を直すためにも普段から口に出すようにしています。最近笑ったこと泣いたことを教えてください。私メンバーやスタッフさんにずっと笑っているねと言われるぐらい四六時中笑っているらしいのですが、最近笑ったことは夏に誘われて二人でサウナに行った時です。たわいもない話をしたりしてすごく楽しくてずっと笑っていました。最近泣いたことは映画を見に行った時です。本当に涙もろくて感動する映画を見に行ったら 100% 泣きます。マイブーム、一番心が落ち着く瞬間は？マイブームはブロックチェーンゲームのスナップイットです。
ホワイトスコーピオンをアンバサダーに選んでいただいたことがきっかけでやり始めたのですが、すごく楽しくてずっとやっています。カメラのレベルを上げるためにたくさんポイントを貯めるのが楽しいです。一番心が落ち着く瞬間は、音楽をイヤホンで聴いている時です。自分一人だけの空間が落ち着きます。音楽を聴くときはノイズキャンセリング機能を使って外の世界を遮断します。ファンに一言。ホワイトスコーピオンを応援してくださりありがとうございます。オーディション期間中から最近好きになってくださった方まで、感謝の気持ちでいっぱいです。12月7日にデビューをしたばかりの、まだまだ駆け出しの私たちですが、これから世界を目指してメンバー全員で全身全霊を尽くして頑張っていきます。成長し続ける私たちを見守っていてほしいです。ファンの皆さんがホワイトスコーピオンを応援してよかったと思えるアイドルになります。これから一緒にたくさんの素敵な思い出を作っていきたいです。ホワイトスコーピオンをよろしくお願いします。